はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は5月の8日で水曜日です。空はね、晴れてますね。風がちょっときついんですけど、キューちゃんね、いかんって言ったんですけどね、もう連れてきました。強制的に。天気いいし、もう5月病ですよ、キューちゃん。キューちゃんは完全に5月病。もういかんって言うんですもん。今日のニュースはね、あれ、なんだった完全に忘れた食パン10万個回収というのがありました。異物が混入したみたいです。それが異物って書いてたのがね、カッコしてね、小動物の破片って書いてたんですよ。小動物、もうネズミかそんな感じですよね。やっぱね、食品扱ってるね、工場とかはね、ネズミとかね、ゴキブリとか多いんじゃないでしょうかね。キューちゃん知らんだけで、知らん方がええ。これは、いや、ほんまにこういうのは知らん方がええね。あとね、もう一つはね、ゴールデンウィーク明けで退職代行というのがね、大忙しみたいです。やっぱりゴールデンウィークで5月病になって辞める人多いみたいですね。それを辞めるというのを言いづらいから、退職代行という会社に頼んで勝手に手続きしてもらうという感じです。確かね、アルバイトの代行が9,800円で、正社員の代行が22,000円って書いてました。結構高いですねと思って。それやったらもう22,000円引かれるんやったら、もう自分で言った方がいいでしょ。そっちにお金払うのもったいなくないですか。もう今じゃね、LINE かね、メールでね、もうやめますで終わるんだから僕だったらね、22,000円やね、9,800円払うんだったらね、もう自分で言いますよやめさせていただきますって。もう何日で退職しますっていうことをね、自分で言いますよ。もうお金払うぐらいだったら自分で言う。もうでも今はね、楽ですよ。この LINE やメールで全部言えるんですから。僕 LINE やメールでそういうのを伝えるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなって最初思ってたんですよ。でも今じゃね、もうほとんど普通になりかけてますからね。これも時代ですよ。時代の流れで、子供のね、登校拒否もね、増えるみたいです。休み明けとか、このイベント明けとか。まあ大人でも行きたくないんだから仕方ないですよね。登校拒否、休み明けのね、登校拒否も見てたらね、コメント欄ではね、やっぱね、なんかやっぱ過保護の人多いかなっていう感じはしましたね。もうやっぱ大切に大切に育てているっていうのが、もうなんか文章から伝わってくるというか、過保護なんですよまあ過保護もいいと思うんですけどね。まあ全部子供の言うことを聞いてたら、もう、や、子供なんか学校なんか行きたないんやでよ。まあ理由によりますよね。まあ、いじめとかがあるんでしたら、もう行きたくないのは当たり前なんですよ。それとね、5月ね、10日からね、新作のね、猿の惑星が始まるんですけどね、それのね、予告の動画見たらね、めちゃくちゃ面白そうなんですよ。これ絶対見たいと思うんだ。で、猿の惑星ってもうね、内容忘れてたんでね、ちょっとね、初期のやつから見てたんですけどね、
最初に公開されたのは1968年で、それから5年間でね5本出してるんですよ、5作品。1973年までこの5年で1年おきにね、あの新作出してて、その5本で完結してるんです、猿の惑星で。それから2001年ぐらいにリメイクされたのが1本出て、あとはリブート作品が3本か4本出てる感じなんですよ。まあリブートって言うたらね、もう新しい内容みたいな感じ、続編ではないですよね。まあ今回のもほんで続編ではないんですよ、もう完結してますからね。ねえキュウちゃん、でもねあれ予告見たらね、もうめちゃくちゃ面白そう、あれ見たい。もうね猿がねリアルなの、 CG とは思えんぐらい。で昔のやつはなんかもう 猿だけど、俺もリアルだったけど、昔の猿の惑星も結構ねリアルなんですよね。あれは完全にね人間があの被ってるっていうのが分かるんですけど、特殊メイクしてるっていうのが。今回のはねあの CG じゃないでしょうかね、あんな速い動きとかできんからね人間が。ほんで過去の最初に初期の猿の惑星を5本ほどねあらすじパーッと見たんですよ。あらすじ見たけどもう忘れた。とある惑星に着陸したら、そこはね猿が支配してるねあの惑星やったんですよ。で人間が奴隷としてあの扱われてる、そこから始まるんですよね。で猿 vs 人間という感じです。でね、いい猿もいるんですよ。あの本当にいい猿もいて、いい人間もいて、まあ悪い猿もいて、悪い人間もいるんですけど、実はその惑星というのは未来の地球だったという。はい、バラ咲いてきました、一段と咲いてきました。こっちの折れたやつはね、あのテープで巻いてね、ちょっと補修したんですよ。これでくっつくかなと思って。ガムテープで巻いたという感じ。この山椒の実、山椒の実はね全然匂いしないですね。葉っぱに匂いがあるんでしょうか。うわ、葉っぱはすごい匂いします。今日の桃、リンゴ、これ絶対できるなと思ってるんですよ、リンゴになるなと。今日もね、これをね、味噌汁に入れたいと思います。じゃんじゃん待ってたー、じゃんじゃん。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に味噌汁に豆腐です。これね、取ってきたねあの山椒をね入れました。
こっちはね豆腐とねあのわさび、山わさびです。山椒から。この独特の味、もうやみつきになる。あとは豆腐、豆腐ね半分に切ったんですけどね、それでもちょっとでかい。豆腐うますぎねえ、純ちゃん。純ちゃん豆腐クンクンしてちょっと気に入らんかったみたいです。いやこれ久しぶりに豆腐ね冷ややっこ食べたら美味しいです。この山椒めちゃくちゃ美味しい。これなんかね佃煮に使えるかも。純ちゃんはここにいます。キュウちゃんはソファーのとこにいます。ハツは多分ね玄関にいます。はい、今日はこんな感じです。純ちゃん、純ちゃんお手。